こんにちは、仏壇ごと .com の高安です。沖縄の仏壇ごとに興味がある人のための YouTube チャンネルです。さて、2024年になっていかがお過ごしでしょうか。私は去年、養女になっているおじが他界したので、喪中っていうことで、今年は明けましておめでとうございますっていう言葉は使わないようにしています。去年から、良いお年をとか、今年もよろしくお願いしますとかは言いますけど、おめでとうっていう言葉は喪中にはあまりふさわしくないと言われているので、それをなんか勝手に真面目に守ってます。はい、さて新年一発目は、マンションやアパートで内カビ燃やせないときどうするのっていう質問が仏壇ごと .com の公式サイトのコメントからいただいているので、ちょっとそれを解説していきたいと思います。定期的にこの質問あります。マンションとかアパート、内カビ燃やせないときどうやるんですかっていうことですね。で、一戸建てとかだとそんなに悩んだことはないと思うんですけど、マンションとかアパートで内カビ燃やすと火災報知器が作動するっていうことで、大体みんななんかやりたくないっていう人もいます。できないっていう人もいる。で、そもそも内カビを燃やすこと自体が NG っていうところもあります。わかりやすく言うと、タワマンって言われる高層マンション。で、沖縄タワマンの上に住んでるっていう人あんまり少ないと思うんですけど、タワマンとかだったらベランダとかではバーベキューとか、そういう火とか煙、匂いとか音とかっていうのが NG っていうところもあります。で、この二つの場合の解説をするんですけど、単純に難儀っていう人がいるんですよ。難儀。やりたくない、大変っていう人はこれもう問題外です。この話の中で難儀だから内カビ燃やしたくないんだけどどうしたらいいねっていう人はこの動画ではないです。やりたくないんだけど内カビ燃やさないでいい方法あるねっていう人もこの動画ではないです。内カビあんなにいっぱい燃やすの大変なんだけど燃やさないでいい方法ないねっていうのもこの動画ではないです。こことは明確に分かれています。マンションとかアパートで内カビ燃やすと火災報知器が作動する、内カビ燃やすこと自体が NG っていうのはどうするって言った時に、一部燃やして残りは処分っていう方法。この場合はこの内カビ燃やすと火災報知器が作動するよっていう場合だと、この一部燃やして残りは処分っていうのが対応できるかなと思うんですけど、もう燃やすこと自体が NG の場合は全て処分っていうのになります。じゃあこの処分っていうのはどうやるのって言ったら、いろんな方法があると聞いています。基本は、まあ、ゴミに捨てるってことですよね。燃えるゴミとして処分になります。それはちょっと心が痛いんだよねっていう場合もあります。だけど、これ、処分するってことは結局そういうことです。燃やさないっていうことは次に使えるわけでもないので、基本は燃えるゴミとして処分になります。で、この、処分の仕方なんですけど、これもいろいろ、周りに聞くといろいろです。袋に入れて、塩っていうパターンもいます。袋に入れて、酒っていう方もいます。袋に入れて、米っていう人もいます。袋に入れて、塩。プラス酒っていう人もいます。これぐらいかな。他の組み合わせは聞いたことないですね。米と酒とかは聞いたことない。で、袋に入れて塩入れて、まあ処分するとか、まあ袋に入れるだけでも OK っていう人もいます。袋に入れて処分っていうのもあるね。だいたい5パターンぐらいかなと思います。ただそもそもの道理として考えたら、この内カビを燃やすことで愚僧に送る、送金している。この送金は燃やすことで、成り立ってるって言われているので、そもそも燃やさないとあの世に持っていけてるかどうかっていうのは、ちょっと、難しいというかわからない。だけど、住宅事情、要は、ルールを破ってまで、内カビを燃やさないといけないかって言ったらノーです。で、うちの場合、うちも賃貸の、アパートとかマンション、まあ集合住宅なんですけど、
うちは家の中ではなくて、火災報知器が作動するのは家の中ですよね。家の中なので、うちの場合は、うちはベランダで燃やしてます。で、うちのお家が、ここに仏壇があったとしたら、ここがベランダなんですよ。なので、この仏壇のところのこっちのベランダで、うちカビ燃やしたら、一応仏壇のところでやってるよっていうようなイメージですね。玄関とかでやってる人もいます。だからうちはベランダがいいかなと思ってて、うちのおじさんもベランダでやってますね。うちのお母さんは一戸建てだけど、ベランダでやってるね。お家の中ではあんまりやらないから。お家の中でやると、灰がね、いっぱい飛んで、畳が焦げてしまったりとかっていうのが結構あったりするので、ちょっと危険だからっていうのと、今もう火災報知器が、賃貸は火災報知器が、もう、かなり高感度で反応するって言われてるので、それでできないよっていう人もいます。なので、これのまとめとしては、マンションやアパートで内カビ燃やせないときはどうするの？難儀、やりたくない、大変っていうのはもう問題外です。問題外。なので、ここは、この目的の人は違う。じゃあ、内カビを燃やすこと自体 NG、じゃあどうするって、一部燃やして残りは処分。基本は燃えるゴミとして処分するんですけど、袋に入れて塩とか酒とか米とかを組み合わせたりとか、それだけだったりとかっていう風にして処分をします。もう本当にただ捨てるっていうだけなので、私たちは一応全部燃やしている。で、なぜかというと、燃やすことで成り立ってる、送金するっていうのが成り立ってるから、道理を考えると、燃やさないっていう選択肢がない。でも、燃やせないことがあります。例えばですけど、これは、お墓。墓で大雨が降ってるとき。大雨が降ってるとき。外で雨がバンバン落ちてるときに、内カビ燃やそうと思っても難しいですよね。その場合は、お家で燃やしたりとか、違うところで燃やしたりとか、違う日に燃やしたりとかっていうふうに、要は代替案、代わりの案を出して対応したりとかはします。なので、この、燃やせない、どうしても燃やせないときっていうのは、一応、こういう、なんかいろんな方向でやり方があるので、それをもう頼るしかないかなと思います。そこはもう家族との相談。絶対燃やすっていうところもあります。日を変えてでも、時間を変えてでも、どうやってでも、あの世に送金するには、もう絶対に、なんていうの、燃やさないとっていうのもやっぱりあるので、そこら辺を、注意してというか、なんでっていうのを考えて、道理を考えて、行動をするっていう癖づけをすれば、これの答えはおのずと出てくるかなと思います。うちはベランダで燃やしている。だから同じようにアパートやマンションとかで内壁燃やせないんですって言っても、やったことなくて燃やせないって言ってる人もいるし、状況判断してやってる人もいるし、いろいろなんですけど、そんなに枚数がない場合は結構パッて燃やしたりとかしちゃってる人が多いかなと思いますので、ぜひこれもいいきっかけなので皆さんも考えてみてください。そして、マンションやアパートに今住んでいて、うちは内カビ焼くときこうしているよっていうアイディアだったりとか、私こうしてますとか、待ってこういうときどうなのっていう、このマンションとかアパートで内カビ燃やせないとき問題に関してのコメントは、ぜひこちらの動画のコメント欄にいただけると、いろんな方がまた参考にしていただいたりとか、私ももちろん参考になったり勉強になったりとかしますので、ぜひ皆さんのご協力をよろしくお願いします。ということで今日はここまでです。今日も良い一日をお過ごしください。最後まで見ていただきありがとうございました。